ノエル・シャトレは、フランスの作家、大学教員。マルキ・ド・サドの研究者であり、主に身体、性、老い、母子関係、美の規範をテーマとする小説や随筆を発表している。自分の最後の日を決めた母、ミレイ・ユジョスパンと過ごした3ヶ月の記録、最後の教えが10カ国語以上に翻訳され、映画化された。兄は首相を務めたリオネル・ジョスパン、夫は、 哲学者のフランソワ・シャトレ。ノエル・シャトレは1944年10月16日、パリの南西ムードンで、ノエル・ジョスパンとして生まれた。父、ロベール・ジョスパンは労働インターナショナルフランス支部の、党員でプロテスタント。教員を務め、1944年から、非公証年のための教育機関で教えていた。母、ミレイ・ユ・ジョスパンは、助産師であった。 母は92歳の誕生日に子供たちに自分の最後の日を決めたことを告げた。ノエルは最後の3ヶ月間を共に過ごし母の決意を受け入れ母の死に備えた。この記録は死の2年後の2004年に最後の教えとして発表された。ノエルは4人兄弟姉妹のバッシュであり、7歳上の兄、リオネル・ジョスパンは政治家。 社会党員で1988年から1992年まで国民教育省、ついで1997年から2002年まで首相を務めた。ノエルは10歳から18歳まで家族から離れて寄宿学校で学んだ。寄宿学校で反逆心、連帯、友情、すべてを学んだと10回している。書くことが得意で、作文と体育は一等で卒業した。 19歳の時に、リセのグランゼコール準備級の哲学教員であった19歳年上のフランソワ・シャトレと結婚。父には反対されたが、母が娘の結婚を認めなければ離婚すると主張して、父を説得した。フランソワ・シャトレは1969年に、前年の5月革命の精神を受け継ぐ、開かれた大学として、番宣の大学が設立された際に、ミシェル・フーコー、 ジル・ドゥルーズと共に哲学家を創設した。ノエルはこの哲学家でドゥルーズに指示し、博士号を取得。審査員にはドゥルーズのほか、ロランバルトがいた。ノエル・シャトレの研究課題は、身体、性、老い、母子関係、美の規範と、そのような規範からの解放、職などであり、これらは短編集、口の物語、逆の意味に、長編小説。 誠意の女、ひなげしの女、ひまわりの少女など、社会学的な小説のテーマともなっている。契機となったのは、夫フランソワに頼まれたマルキド・サドの哲学テクストの、編纂、解説であった。これは、ライフワークとなり、1994年に、ジュスティーヌあるいは、美徳の不幸に注釈を付し、序文を書いて、ガリマール社から、刊行、さらに2011年には、 サドとの架空の対談を、追筆、サド公爵との対談として発表した。体と美の基盤については、長編小説の代表作3作のほか、追筆、魂へ美容外科の国への旅、良性具有をテーマとする小説、頭を下に、顔面移植に関する記録文学、イザベルの口づけ、さらに臓器提供に関するドキュメンタリー映画、鼓動する心臓などがある。 母子関係については、体、老い、死との関連において、母ミレイユとの最後の3ヶ月を描いた代表作、最後の教えを2004年に発表。高校生のルノードー賞を受賞し、10カ国語以上に翻訳されたとして封切られた時に、真相版、最後の教えから92歳のパリジェンヌが刊行された。ノエルは、母、ミレイユの死の選択は、 彼女が助産師であったことと無関係ではない。生涯にわたって命の誕生を助けてきたからこそ、自らの命の終わりを決め、娘に心の準備をさせたのだという。彼女はフランス尊厳史協会の会員であった。また、性教育、人工妊娠中絶の合法化、緊急避妊薬の使用、日本の助産所に相当する出産の家の設置などのために戦い、 女性季節女配師のための女性グループに参加し、死の前年の女産師のストライキの際にもこれを支持し、メディアに登場していた。ノエルは、こうした母が決めた最後までの3ヶ月の間に、悲しみと恐怖を乗り越え、死を受け止めること、死を誕生と同じように自然なこととして受け止めることを学んだ。これは、母の贈り物であったという。ノエルは、現在、 尊厳死協会の講演会に参加し、尊厳死の合法化を求めている。ノエル・シャトレは、博士号取得後、研究活動と執筆活動を続ける傍ら、兄、リオネル・ジョスパンの政治活動を支援した。1985年、彼女がまだ39歳の時に、夫フランソワが死去し、1987年から、リオネルが、甲状腺機能更新症を患っていたことから、 二人はしばしば活動を共にするようになり、1995年の大統領選挙に社会党候補として立候補したリオネルのための支援委員会の結成に参加した。だが、1993年の移民法で滞在許可証の交付基準が厳格化されたことに抗議して、1996年夏に移民と彼らを支援する団体がパリ18区のサンベルナール教会、 ついで11区の三端協会を占拠した事件を機に、政治家の家族が支援活動に参加するのは問題があると判断し、以後、執筆活動と教育活動に専念した。1989年から1991年まで、フィレンツェアンスティチュフランセの学長、1995年から1999年まで、作家、文学会館の共同会長を務め、 1996年に文学者協会の委員に就任し、2003年から副会長を務めている。教員としては、パリ第11大学、ついでパリ第5大学のコミュニケーション学部の助教授として、クリエイティブライティングの講座を担当した。また、早くから女優としても活躍し、ウーゴ・サンチャコ監督の映画、他社、トーマスマンの長編小説、 ブッテンブローク家の人々のテレビ映画化作品、ジャック・トレブータ監督のテレビ映画、ベルリオーズの生涯などに出演。マルグリット・デュラス監督、デリフィーヌ・セーリグシュエのバクスター、ベラ・バクスターで、ベラ・バクスターの女友達、競争の1920年代を背景に、実在の女性銀行家、マルト・アナオの生涯を描いたフランシス・ジロー監督の映画、華麗なる女銀行家では、 ロミー・シュナイダーが演じる、主人公のレズビアンの友人カミーエを演じた。2009年4月10日に、レジオンドヌール勲章シュバリエ賞を受賞。2004年4月26日に、国家功労勲章シュバリエ賞を受賞。2016年5月15日に、オフィシエ賞に昇格された。その他の受賞については以下を参照。以下、いずれも、アンヌ・アンドルーとの共同制作。 ありがとうございます。